ツキの突撃、今回も引き続き港境グリーン広場赤式野球場からお送りします。今回もどうなるでしょうか、お楽しみに。ツッキーの突撃。はい、ツッキーの突撃、今回のゲストは崎山選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。崎山選手は堺スライクスで数人しかいないサイドスローのピッチャーということで、サイドスローのピッチャーもしくはサイドスローを始められたのはいつからですか？高校2年生からピッチャー始めました。高校2年生の時からずっとサイドスローでしたか？始めた時はサイドスローで、高3からずっとアンダースロー で去年サイドスローになってって感じですね。はい、オーバースローしたことなくて。はい、のオーバースロー、あ、違うわ、サイドスローとアンダースローを変えたきっかけとか、なんかありました？両方気づいたら変わってました。高校の時もサイドで気づいたらアンダーになって、去年も気づいたらサイドになってました。そうなんです、はい、じゃあサイドスローの中でも特に普段のピッチングで意識されることはありますか？いや、別にサイドスローやからとかは特にないですけど、まあ、サイドスロー右バッターが苦手なんで、右バッターは絶対抑えるっていう自信を持って投げてます。ありがとうございます。崎山選手は、普段広報活動にも力を入れられておりまして、インスタライブにもよく登場されていますが、はい、インスタライブはいつどんなことをお話しされていますか？基本的にオフの前の日なんで土曜が多いんですかね。はい、何話してるって言ったら、まあその時によりますけど、質問結構募集したりして何でも答えるって感じですね。あと量どんなとこかなとか、冷蔵庫の中身とか見しちゃってます。冷蔵庫の中身は何が入っていることが多いですか？卵は絶対入ってます。寮の部屋4人で1部屋なんで、だいたい卵はもう4パック入ってるですね。あと牛乳と提供していただいております。ありがとうございます。待ってます。それも全部提供してもらってるんです？卵はそうですね、オーナーが結構ちょくちょく送ってくださって、で牛乳はもう全部提供してもらってるんで、週1回大量にもらえるんで。足早い。あ、崎山選手は足が速い。そういう意味じゃないよ。卵と牛乳は足が速い。あ、卵と牛乳は腐りやすいので早めに食べてください。はい、食べます。崎山選手は普段どんなお料理を作られますか？僕は、肉を焼く、塩コショウか焼肉のタレ、終わりです。じゃあインスタライブでぜひ塩コショウとタレ以外のレシピも皆さん。いやですできません。時間がかかるので。いやです。あ、じゃあスピードメニューをぜひ募集しましょう。そうです、インスタライブで。あ、インスタライブですか、わかりました。絶対にやります。インスタライブもしくは YouTube のコメント欄に皆様自慢のスピードメニューを送ってください。はい、お願いします。ツッキーは料理作れるの？私はもう実家なので親にかなり頼っております。親とクックパッドに頼ってこの世を渡り歩いています。得意料理は何ですかね？得意料理は何ですか？僕ですか？僕は卵をフライパンに割ってそのまま入れて火つけてグワーってやってご飯にかけるっていうのが得意料理です。あ、なんかそぼろ丼の卵だけみたいな感じ、ね、そうですね、スクランブルエッグ丼、まあまあそんな感じですね。それはもうしょっちゅうやってます。あ、そうなんですね。じゃあこのしっかりした筋肉はそのスクランブルエッグでできているということで。はい、スクランブルエッグでできてます。スクランブルエッグと牛乳とあとはトレーニングでできた、はい。あ、トレーニングは普段どんなことをされていますか？どんなこと、
最近筋トレやめたんですよ。こんだけ前にやったのに。やってたんですけど、2ヶ月前ぐらいからやめて、最近はなんかもう、筋肉っていうより、なんか感覚の方を大事にしてましてね。そうなんですね。はい。はい、何やってるかって言ったらもう、なんか、わかんないです、自分でも。なんか、よく逆立ちをしているところを見てる。そういう、なんか、はい。体のバランスとか、重心とかなんか考えて。体感か。そうです、そういうのをやり始めました。筋トレしてもなんかあんま正直成長しなかったんで。そうなんです、ね、僕には合ってないなと思って切り替えました。おお、これからはより柔軟性の高まった崎山選手が見られるかもしれません。崎山選手は、はい、なんか文字の動画ではよく選手の好きなタイプを文字がお伺いしていることが多いのですが、崎山選手もそのあたり何かご意見があればお伺いしたいと思います。どういうことですか？好きなタイプ、好きな選手タイプ、好きなタイプです。女性のタイプってこと？好きな女性のタイプですか？真面目で可愛らしくて、身長が僕より低くて、尊敬できるところがある。もうこれ大事ですね。大事ですね。それぐらいですかね。目の前にいるんじゃない？あ、もう抜群っすね。ぜひお願いします。お願いされてしまいました。でも僕はちょっと年上か同級生ぐらいがいいんで、すいません。あ、そうですね。でしたらちょっと私は対象外でした。対象外とは言いません。やっぱ例外も現れるんで、そこがなくても好きってなる人もいるんで、ぜひお願いします。それも大事ですね。そこがなくても好きっていう人、尊敬できる人、はい、尊敬できる人ってどんなところ、はい、どんな人を尊敬していますか？異性に限らず。どんな人を尊敬、こういう人って素敵だなって。どういう人、こういう人素敵だなみたいな。こういう人、なんか自分持ってて他人を気にせんと自分のやりたいことをしっかりできて、まあ、そうですね、真面目でしっかりしてる人が僕はいいなと思います。ありがとうございます。崎山選手は真面目な年上の方がタイプだということで、真面目な年上の方ぜひ球場にいらしてください。はい、ぜひ。はい、最後に今シーズンも後半にそろそろ差し掛かりますが、残りのシーズンに向けてのコメントをよろしくお願いします。前半怪我があって2試合しか投げれてないんで、今はだんだん投げれてきてもうすぐ復帰できるんで、チームに前半戦貢献できなかったんで、1試合1イニングでも多く投げて3連覇に貢献できるように、そして自分の目標を達成できるように頑張っていきたいと思います。チームの目標も個人の目標も頑張って叶えられるといいですね。ありがとうございます。応援しています。ありがとうございます。本日のゲストは崎山隼人投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。練習中に勝とう。